強さも胸のデカさも最強のメイド。転生したら第七王子だったので気ままに魔術を極めます。第4話の反応集&感想どうぞ。始まったよ。アンマを。スーパー太ももタイムが始まる。新聞あるんだな、この世界。何この素敵な始まり方。シルファさんが馬車を。シルファが御車なの。このメイド、御車もできるのか。今日もシルファはお美しい。で、か。すやすやロイド様かわいい。兄上に寄りかかってうたた寝かしながらお使いに向かうアバン。めっちゃ微笑ましい。ロイド様は寝てたら可愛いんだがな。いや、起きてても可愛いんだけども。フォロー祭る麦かな。なんでこんな和やかな空気に。なんかのんびりした始まり方。チャンネル間違えたかと思った。なんかめちゃくちゃ目にくる明るさ。第七王子とレベル2チートの時間帯が被ってるのは人類の損失だろ。今回は魔獣狩りのお話でしたっけ。シルファさんおっきい。ちっこいグリモ本当かわいい。グリモが顔出してるけど、シルファに見られて大丈夫か。一緒に周りを見回すグリムかはいいな。シルファの活躍が楽しみすぎて。兄上結構俗っぽいとこあるな。シルファは教育係ですから。へ。第二王子、危うく死ぬところだったな。ただの犬やんけ。コボルトが犬って日本特有のイメージなんだとか。モフナデのせいでコボルト見ると笑顔になってしまう。やる気の鎧モブ兵士。怖い？お。ひょっとして睡眠中も完全防御、砦かな。タオジ起源、キノコ級。おお、さすがロイド様。そんなレーダーみたいなこと。タオさんから教わったものが役に立ってる。すっかり気を身につけてるな。よく切れる剣ですね。武器の威力爆上げ。鞘ごと切れそうな切れ味。不要魔術の効果は抜群だ。初めて包丁を持った子供。間違っても味方に当てたくねえ。シルファは関係ないだろ。何も付与してないのにこれ。やっぱこの女ただものではない。シルファさんの武器には魔術を付与しない方が良さそう。タオちゃん来た。タオちゃんもう出てきた。異世界中牧人ちゃんかわいすぎ。もう再会するのか。思ったより早い再会だったな。今日もムッチムチなタオさん。そういえば姿変えてたんだったな。このアニメ膝を少し色づけてるの。スコ呼吸をちゃんと気づくのマジで達者だな。タオ、そうか、初対面設定か。因縁スタートです。バチバチし始めたぞ。どうにも気の呼吸が気の呼吸に聞こえて仕方ない。めちゃくちゃバチバチで笑った。メンチの切り方がチンピラなタオちゃん。早速しらってるな。女同士の戦いほど怖いものはない。シルファとタオのコンビめっちゃ好き。アルベルト兄さんは爽やかだな。ちゃんとアルベルト様にも反応するイケメンセンサー優秀だな。タオさんの脇回りに目が行くね。イケメンの気配とは。右とダリに出てきそうなテント。シルファが何かを察知したようです。サービスシーン来た。シルファ大サービス、ありがとうございます。一瞬巨女かと思ったわ。俺のテント、意味深。何もない空間から足が、演出頭がおかしい。何話のカニバサミかな。メイドが逆セクハラしてきててくさ。羨ましいロイド様そこかわれ。メス猫扱いわろた。そして勘が鋭い。気配察知を察知とは。ラッキーでもナイスケベ。なんなんだこの地女メイドはよ。シルファ、割と見られることに抵抗ない。素敵予定。兵士たちが盛ってる。キャットファイト始まるか。女性関係怖い。プルプル。アルベルト様、何があったんですか。兄上シレット強者の貫禄取り戻してたけど、今回割と情けないとこ見せまくりだよ。いろいろ色恋沙汰で揉めてそう。兵士さんたち、どんまい。魔獣来た。フェンリルじゃない魔獣。魔獣を前にして1ミリの緊張もなし。今日もカット割りが気持ちよすぎるな。令和のチョボラウニョポミ劇場。この話は先週やれよ。おまけに今日もほっこり。爆発落ちなんて最低。熱い古典アフロ演出と思ったらなんか大丈夫だった。
なんかすごい剣ができた。ギリギリセーフならとんでも品物じゃない。メンタマガンディマリウルフ。魔獣はベアウルフか。ベアーなのかウルフなのか。タオが本当強くて可愛くてかっこいい。例の魔改造魔剣。めっちゃ眩しい剣だな。エンチャント武器からの魔力供給を受けての魔法。さすがアルベルト様、いやもう剣である必要なくない。アルベルト兄さん、強い。アルベルト君かっこよすぎる。花火を見るみたいなテンションで見るな。おまけの不要魔術がすぐ役に立った。いや、成功してよかったね。さっきのおまけアニメを思い出しながら。アイキャッチで爆発した回があった。板に栄章書いただけでも使えそう。アルベルト兄さんはロイド好きすぎでよい。倒した魔獣が立ち上がってきた。喋った。魔人パ続きた。第7で2体目の魔人登場。そこから出てくるのか。魔人パズズの登場キモすぎる。そんな中に人がいただなんて。ヒヒっぽい見た目だな。ドラクエで見たことある。魔人グリモと同じ。アルベルト様とタオさん、いいコンビになりつつある。気持ち悪がるタオさん、ちょっと言いやる。はじめ人間ギャートルズの肉になり損ねたな。性質変化、興味津々。気になる魔法があったら覚えたいよな。性質変化を教えてほしい。キラキラスマイルロイド様。ロイドは現場でお勉強します。さすがに今はまずいですよ。まさかパズズを仲間にするつもりか。ボス倒さないと雑魚倒せない系か。煽ってる煽ってる。激凛に触れてるね。なぜそんな的確に地雷を踏み抜けるんだ。バチバチに地雷腹でタップダンスを。殺意の波動みたいなの来た。メイドのプレッシャーはマジン以上か。許可が出たらシルファが魔人ぶっ殺しそうだな。切れちまったぜ。ここからシルファタンのターン。息が臭い魔人は嫌ですね。まあ臭そうではある見た目だな。煽り効いててはロタ。気にしてるのね。足が切り株噴水になった。シルファさんぜー。魔法最強のロイド様と物理最強のシルファさんがいるおかげでバランスが取れてる。ロイドは性質変化の勉強中。ちゃんと解説してたんだ。もうできてるロイド様。こいつらだけ楽しんでやがる。匂いネタがフローラル。その実体化した魔力まとって戦うの。メイドという言葉知ってるのかこの魔人。これがロイド様が付与を施した剣。やべえ、付与剣持っちゃった。なぜかワニに金棒ということわざが思い浮かびまして。まだ本気じゃねえから怖いんだよなシルファ。甲骨の表情からのほろり。ああ、もっとついちゃいけない激凛を。怖い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 。敵に回したらダメだね、シルファさん。ラングリス竜来た。ラングリス竜強い。いいね、劇版も合わさってめっちゃかっこいい。ナロー系なのに主人公が活躍しないバグ発生中。ラングリス竜発動。静かなのがいい。もうこのメイドさんがいれば十分じゃん。パズズの声優さん、声も演技も千葉しげるさんに似てて面白い。ひえ。シルファの強さは魔人以上。シルファさん最強すぎる。こいつさすが霧を切れる乙女。ロイドさん出る幕なさそう。このアニメの主役シルファさんだったっけ。シルファの強さとラッキースケベで全て完結。シルファの戦い、すべてが強くて綺麗。優勝戦、龍追戦、回転剣舞6連みたいなコンボだった。ロイド以外みんなシルファにビビっちゃった。タオちゃんも戦慄するんだ。このメイドがやっぱ正ヒロインなんかな。なんかロイド様がまたいけないことを覚えていらっしゃる。シルファさん強すぎでしょ。金の剣気は伊達じゃない。シルファさんの恐ろしさやべえな。シルファちゃんはタオちゃんよりよっぽどやべえやつじゃねえか。果たしてこのくせえやつはこのまま終わるのか。次回激おこシルファからのエンディングでございます。こいつ次回も立ちはだかるつもりかよ。次回ロイドにパズズがひどい目に遭わされるんだな。パズズの中の人はうるせえやつらで、キューチバシゲルの役を引き継いだ人なので、その片鱗が見える。このアニメ的キャラに次回予告させがちだな。思ったよりタオちゃんの再登場早かったな。サービスシーンもあってシルファさん大活躍で満足。腐
癖の強いキャラデザさえ受け入れられれば、話も作画も動きも演出も気持ちいいし面白いアニメ。見入っちゃったわ。バトルでちゃんとしてるの久々に見るわ。そこそこ枚数は削ってるけど、パースとか切りどころ含めて頑張って省エネしてるな。作画がいいのがストレスがない。女キャラの崩れなさはほんとすごい。常に可愛い。アクションがちゃんと作画動画に落とし込まれててかなりいいな。くどさもないし。パンチラするとかやるやん。テレ東やればできるじゃないかよ。なんかちょっとありがたみが少ないんよな。能力隠してる割に剣の不要魔術に本気出してたような。バレるやろ。まあ不要魔術の天才という肩書きと、おそらく世界最強の魔術バカという現実にはかなりの開きがありますし。第七王子第4話視聴させていただきました。相変わらず作画がめちゃくちゃ良くて、ガンガンアクションシーン入れてきても一切崩れることなく、スピーディーかつスタイリッシュな演出で見てて気持ちいいですね。さすがアクション監督がクレジットされてるだけある。コミックからカットされてる部分もほぼなく、かなりコミックに寄せている構図なども多くて、コミックの超ビレーに負けじとやったるわいっていうスタッフさんの気概が見て取れます。今回はロイドは後方腕組傍観者で、シルファさん大活躍だったわけですが、タオに対してのバチバチはちょっと態度悪いなって思った人もいるかもですが、まあ嫉妬っていうことで許してやってください。私はどちらかといえばタオのが好きなんですが、もっと言えばまだ本編に出てきてないレンがヒロインでは一番好き。シルファもシルファで結構重いもん背負ってるし嫌いになれないんですよね。なんてったってその胸のデカさは他のヒロインにはない思いっきり武器になるアドバンテージですからね。シルファさんは剣技最強に恥じないラングリス流という流派で魔人パズズを圧倒。まあパズズは次回でちょっとネタバレしてた通り、今回以上にひどい目に遭うんですけどね。しかしまあパズズのうざさは声も相まってブーストかかってましたね。褒めてます。的確に地雷を踏み抜いていく様には笑った。この声の人は確かに最初千葉さんに聞こえたな。相変わらずデフォルメの可愛らしいおまけは CM の前に入れてくる不思議な構成してますけど、こうやっておまけであったことなのに本編でがっつり関わってくるのは嫌いじゃないです。ということでパズズ戦はまだ終わりませんが、このペース配分はちょっと心配でもあります。キリのいいとこまで行くならコミックで言うと5巻の中盤まで行かないといけないけど、今回でまだ2巻の4分の1だからな。バトル多めになっていくから大丈夫だとは思いますが、何にせよ早く動いてるレンが見たいぜ。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。